娘の菅奈被告は父親である直人さんの胸を包丁で刺して殺害したと見られています。肘山菅奈取材したいと思ってるんだ。下手に手を出すと怪我するよ。嘘つきなんですよ私って。え、なぜ彼女は父を殺したのか。なんで菅奈さんを信じてあげないの。真実なのかそれが。動機はそちらで見つけてください。ファーストラブ。